はい、というわけで戻ってきましたね。まあ毎度恒例ね、こういうとこ海やったらね、もうすぐ避難させた方がいいよ、すぐ避難させた方がいい。ここがあの、ね、甲殻バクテリア、ウツバメ射程の範囲内にあるからね。こうあそこ横切ってそこから撃つ、ここを破ってバシンって、いいや、ああいう場合はもう懸命法とかで、ね、対象外になる設定なんや、なるんや、だから請求できんね、うん、みたいな方が、ね、ここね、うん、甲殻バクテリア、うん、装填したい、ね、発射せんで、こうさせて、こういう場合はもしかないね、請求できんね、ここの管理オーナーっていう会社とかダメないね、従うぞ、おいないやん、架空作品だよね、うん、そうなったらダメないやん、うん、仕方ないね、こういう窓だところが破壊されて、後で警察みたいに、後でビニールテープで、はい、現場検証みたいに、ピピピピ、ここにテープ貼ったりって形で、警察みたいに、形で、ようやってるの、現場検証みたいに、ここに開けて、うん、感覚で、まあ、こういう形で、ああいう割れたところ、色紙にあって、すみません、ここはしばらく。6ヶ月間の改修工事言えばいいよこういうのさって普通に説明すればいいよ、でこういう風に説明すればいいよ、でこういう風に説明すればいいよ、でちょっと事情ねえな、ね、のさ政府のゴジラ作戦の関係でここを利用してました、開けてました、我慢してください、頑丈なテープありましたね、空気は抜けません、そういう時は即刻行ってください、そこの従業員なり行ってください、すぐに対応しますんで、ちゃんと説明してくれるかことにやった場合は大体そんなもんや、大体そんなもんや、こんな仕方ないんや、ああいうところにさ、命中特にいいんや、あんなまず同じ構造やから、ここも、うん、射程的にはいいんや、ここで、うん、ロケットがね、想定してここで通過するギリギリのところ撃つ、ほんで真下のあそこ、ああいうビルみたいにあそこから足の方に撃ち込んで発射、多分今の結構 100m 以上行ってるから、うん、結構こう足はここまで行くんじゃない、うんじゃないんだ、結構でかいと思うわ、実際のあの映像見てても結構もうちょっとそんなにいかんけど、そんなもんやん、多分この3回4回分が結構足の長さやと思うね、計算したらこんなもんやん、あの体格感毎回こんなもんや、ほんでこういう経路もあるけど残念なのね、あの迫ってくるって事前に言うんやって、こういうのそうやん、もうこれだから、ね、発表したと、あ進行なんしてこう警戒地域、うん、だからもうとっくん前に、すいません今日はここに、ね、あのちょっとこちらに通過する可能性の避難の際困難するんで、残念ながらこの上はダメなんで、もう週間は営業停止せざるにない、臨時休業せざるにないな、そうだよ、説明点とこんなにないよりもうずっと前から言わんだからね、もしやったらもう警戒解除していいんやっていうのがこんなもん、これが本当の核のこういう場面ね、舞台もうガラ空きでいないし、いないで、もしこういうとこさせたら大抵は深夜の時間帯にわざと明かりをつけてごまかすんや、あとでああいうところグリーンバックみたいのつけて明るい状態、繁華街って形で夜わざと合成の人を映すんや、仕方ないんや、こういうの、ほんでここでこういう隊員が上がってきて、はいよし、お前あっちか撃て、うんそんなるんや、こういう風にさしてたんや、してたんや、別の階からよし、お前東の通りで、私は南に行きます、ちょっとけど、運転こういう風に言うんや、うん、こっからやれ、うん、
こうやって作戦するんや。こんなもんです。多分当たってると思うわ。大抵はそんなもんね。だからこういうところはもう前もってこうもう避難させる。もう分かったら即刻避難させる。もうこうもうやったらもう12時間前に避難させるってことや。だって大阪市間に合うか。あんなもん、あの心臓もう夕方の日が暮れる前の到着やさ、うん、つまり4時50分に16時50分にはもう上陸してるぞ。女上陸してたぞ、とっくの前に、うん、あの進軍速度計算してもう上陸してるね。あ、大阪にもない安全明快神戸、あそこやったらもう原発銀座に速攻行けるから、ちょっと斜め高校で、うん、っていいんや。もう人里離れたところでこうして進軍ですね。そんなもんやって。だからこういうところが何とも、まあ、もしあの信号じゃみたいな閉じ込め、それ何やねん、何やねん。逆に言うとよう、こういう建物が一番多い東京。いいんや、100メートル以上、うん、圧倒的に東京やから。考えれば東京作戦上よかったよ、仕方ないんや。雪の影響とかそんなん関係ないんで、仕方ないです。これが本当の田中智之先生の裏のゴジラ設定なの、別にと仕方ないんや。ここしか、うん、ここさっきなかったんや。あの84の時でも80メートル100メーターぐらいの建物あったんや、うん、もうあったんや、もうあったんや、もう。あら、もうああいうダメやんや。めんか、ああいう23区はもうみたいな、もう県にしたらもうそんなに自主離れてないんだ。考えればいい。もう名古屋市はもう名古屋県でいいんやと。この自治権維持したの。だから愛知はもうこのまま愛知準州にしたら、このままの状態で準州にもう名前書いてお出ししたらね、検討すべき思うわ。だから州、だから県のままで昇格ってしたらいいんや。大阪どこにこだわる、これを提案すべきにゃいて。州の隊員で東海4県でとか、今の準州がで、まあ中日本州結成したらいいんや。中日本共和国結成すればいいんや、連邦みたいに結成して、これで改めて構成主体として結成すればいいんや、すればいいだけの話、それだけ。だから一緒になる、あんねんて。一応10の就任するだあかんが、逆に言うと46都道県ローってこのまま一つの県をな、だこの織田信長の聖地やから就任このまま、ね、格上げして名前だけ書いてで、大して変わるわ権限も。そんなに名古屋市はそんな名古屋県に格上げすればいいんや、もうこのままいいんや、これでいいと思うわ。俺は中国のあの主権制度参考にした、省の下に県があるって分かったんで、県とか自治権があるって分かった、それ参考にしたらいけると思うわによ。そういうことで多分ね、もうあれ地域版中央集権やから一つにまとめる、そういうこと要注意。地域主権ではない中央集権です。中央集権偏重主義だんで、でね、大阪構造でも反対票投じたの、納得、納得です。有効ってことだ、そういうことです。以上です。